風の谷のナウシカは、宮崎駿による日本の漫画作品。アニメーション監督、演出家でもある宮崎が、1982年に、徳間書店のアニメ情報誌、アニメージュ史上にて発表した SF ファンタジー作品。戦争による科学文明の崩壊後、異形の生態系に覆われた、終末世界を舞台に、人と自然の歩むべき道を求める少女ナウシカの、 姿を描く。1984年には宮崎自身の監督による劇場版アニメ風の谷のナウシカが公開された。2019年には歌舞伎化された。漫画はアニメージュ1982年2月号より連載を開始し、映画制作などのため4度の中断期間を挟みながら、1994年3月号にて完結した。 1994年に第23回日本漫画家協会賞を対象。1995年第26回星雲賞コミック部門を受賞。2020年12月時点で単行本の累計発行部数は1700万部を突破している。海外でも8カ国語で翻訳、出版されている。高度産業文明を崩壊させた、日の7日間という最終戦争から1000年後、 汚染された大地には異形の生態系である巨大な菌類の森、不快が広がり、不快を守る虫と呼ばれる昆虫に似た巨大生物たちが生息する。拡大する不快に生育する菌類が放出する小気は虫たち以外には猛毒のガスである。衰退した人類が不快の小気と虫に怯える荒廃した世界が描かれている。大地は サビとセラミック編に覆われてもいる。この世界に存在するトルメキア、ドルクという敵対する二大列強国と、その辺境地にあるトルメキアの同盟国、風の谷を呼び、工業都市ペジテ氏が主な舞台となっている。風の谷の族長ジルは、不快の毒に侵されて病床にあり、ジルの娘ナウシカが代理で国を治めている。ある日、ペジテからの避難民を乗せた。 輸送船が風の谷に近い深いのほとりに墜落する。輸送船に登場していた品種のペジテ王女ラステルは救助に駆けつけたナウシカにとある石を託し兄に渡してほしいと懇願してことを切れる。その石は最終戦争で使われた生物兵器巨神兵を蘇らせる鍵となる瀕石であった。巨神兵を得ようとペジテを滅ぼしたトルメキアの第四王族者名が 品種の捜索のために、風の谷に開い。権益を受けないままの強行着陸を咎めたナウシカは、クシャナの部下と一気打ちを演じる。ナウシカの師匠でもある旅の剣士、ユッパの仲裁で停戦し、クシャナたちは谷を去る。やがてトルメキアは、ドルクとの戦争のため名役を立てとして、偏境諸国に出征を強いる。ナウシカは、病床の族長ジルに代わり、 白王子と呼ばれる数名の老住者と共に、クシャナ死体へ合流する。努力の地へ向けて、不快を乱心する、クシャナ死体の空中艦隊を、ラステルの兄アスベルが操るガンシップが短期で奇襲し、多大な損害を与えるもトルメキア軍機に撃ち落とされる。乱戦の中で、風の谷の輸送グライダーは、戦列を離れて不快に、不時着水する。 輸送グライダーを回収するために降下したナウシカは、同じく不快に墜落して、血虫とハネムシに襲われるアスベルを救出したものの、ハネムシと接触して、マスクが外れたまま不快の下層部に迷い込む。ナウシカはそこで、不快下層部の大気が正常であることを発見する。そして、自身が城の地下で正常な水と空気で栽培している、無害な不快植物との共通点を見出し、 不快が汚染された世界を浄化している真実に気づく。劣勢のドルク軍は不快の植物を品種改良し猛毒の消気を吐き出す生物兵器として使用した。この人工の森の消気は通常のマスクでは浄化できず虫を死に至らせるほど強力であり、ドルクはトルメキア軍を撃退することに成功した。しかし兵器として輸送していた菌類の苗が突如として 各所で一斉に突然変異を起こし、生じた強力な年金が暴走し始め、事態は収集不能になる。かねてからこの年金の発生を予知していた虫たちは、暴走した年金に向かって大量に集結した。虫たちが年金に自らを吸収させることで、年金はやがて無毒化され、暴走は収束してゆく。大量の虫が移動する現象は、物語中で大津波と呼ばれており、 移動する虫から放たれた不快の胞子が、虫の死骸を介して広がり、不快の領域をより拡大してしまう。結果、努力の主要な国土はほとんど滅亡するに至った。大海消を前に奔走するナウシカは、努力の地を探索するうちに、森の人と呼ばれる種族に出会う。彼らとの関わりの中で、巨神兵や不快の植物群、 虫たちが崩壊した旧世界の技術による人工生命であること、不快の存在する目的が不快による汚染の浄化であることを知る。旧世界の人間たちは不快を作り出して、世界を完全に浄化した後、火の7日間によって絶滅に瀕した動植物や科学文明木工以前の文化を復活させるとともに、穏やかで賢い新人類をこの世に生み出し、 世界を再建することを目的としていたのだ。ナウシカをはじめとする原生の人類は、旧文明の時代の人々が汚染された環境に適合する要旧文明人類に改造を加えて作り出した人公主であり、浄化の完了した正常な世界では生存できないという事実を知る。ドルクがトルメキアから奪取し復活させた巨神兵と開港したナウシカは、アスベルに託された。 品種を掲げ覚醒させる。ナウシカは巨神兵の母としてエフタル語でムックを意味するオーマと名付ける。生まれたばかりの赤子のような幼児性と残虐性を持ち合わせていた巨神兵は急速に知能レベルを発達させ、旧文明時代におけるあらゆる利害を調停するために人工的に作られた神、最定者としての役割に目覚める。ドルク帝国の首都手話にある 墓書と呼ばれる施設は内部に旧文明の技術を保存しており、努力の皇帝たちに旧文明の技術を与えることで世界を動かしていた。不快の生態系と旧世界の関係を知ったナウシカは墓所に向かう。墓所はそれ自体が意識と人格を持つ人工生命体でもあり、自らを墓の主と名乗る。それは浄化が終わった後の戦争のない理想郷について語り、 環境に適応する、要人工的に作られた、原生人類を元に戻す技術も墓に眠っていると、語る。しかしナウシカは正常のみを追求し、一切のお抱くを認めない、旧文明の計画に反発して、これを否定し、墓の主をオーマに握りつぶさせて殺し、オーマの火で、墓所を破壊する。墓所は新人類の卵や旧文明を研究する。 博士らを内部に収めたまま倒壊した。苦しみや悲しみ、そして死も人間の一部であることを受け入れ、おくと共に生きてゆくこと。それがナウシカの選択であった。オーマはナウシカに見取られながら役目を終え、生き延びたナウシカは全ての真実を胸の奥に秘めたまま帰還する。そして努力の地に泊まり、努力の民と共に生き、後に風の谷に帰ったとも、 森の人の元へと去ったとも言い伝えられたという。英語名は特定できるものに限って表記する。英語名は日本語名の大役名ではなく、あくまで英語版における当該キャラクター名や、自称名を示している。映画の最初の英語吹き替え版である、Warriors of the Wind における名前は、ニューワールドピクチャーズ製ということで、記号、NWP の後に表記する。 こちらは現在は通用していないので表記も太字で強調しない。産業革命から千年を経て極限まで科学技術の発展した人類社会が火の7日間と呼ばれる最終戦争によって滅びてからさらに千年余りが経過した未来の地球が舞台。以下第1話の冒頭文を引用する。ユーラシア大陸の西の外れに発生した産業文明は 数百年のうちに全世界に広まり巨大産業社会を形成するに至った。大地の富を奪い取り、大気をけがし、生命体をも、意のままに作り変える巨大産業文明は千年後に絶頂期に達し上がて、急激な衰退を迎えることになった。火の7日間と呼ばれる戦争によって、都市軍は有毒物質を撒き散らして崩壊し、複雑高度化した。 技術体系は失われ地表のほとんどは不毛の地と化したのである。その後産業文明は再建されることなく長い、黄昏の時代を人類は生きることになった。火の7日間によって地球全体に汚染物質がばらまかれており、さらに陸地の大部分は巨大な金類の森、不快に覆われ、人類の子孫は不快の毒が及ばない安全な地域を中心に暮らしている。 風の谷は、潮風が、胞子の侵入を拒み、豊かな森林や水源、田畑などが残っているが、それ以外の土地は不毛な荒れ地が多い。また、海は、この星の汚染物質が最後にたどり着くところとされ、人間は、海からの恩恵を得られなくなっている。火の7日間以前の産業文明は、旧世界と呼ばれ、エンジンなどの異物が発掘、利用されているが、 その製造技術をはじめとする高度な科学技術の所産は失われ、人々の生活様式は中世から近世にかけての水準まで後退している。日の7日間は半ば伝説となっており、世界を正しい道へと導く救世主の伝説が語り継がれている。種の存亡の危機に瀕しても人類同士の勢力構想は続いており、作中では、 トルメキアとドルクの間で勃発したトルメキア戦役の模様が描かれる。居住可能な土地をめぐる争いは不快の拡大を招くという悪循環を繰り返してもやむことはない。また、同族内でも多い継承権をめぐり権力闘争が続けられている。物語の終盤では、 文明を衰退に追いやった諸々の事象が世界を再建するための遠大な計画であったという真実が語られる。日の7日間は兵器としての巨神兵を使い世界を焼き尽くした戦争と伝えられてきたが巨神兵の真の役目である裁定により人類社会の後輩を正すためには一度すべてを無に返すほかないと世界破壊が選択されたことが示唆されている。 不快に関しても汚染された大地を浄化するために自然発生した新たな生態系であるとの仮説が否定され自らの過ちを悟った旧世界によって人工的に作り出された一種の浄化装置であることが判明する。世界が有毒物質に覆われる前に人類を含む生物は毒に対しある程度の耐性を持つように作り直されており ナウシカたち原生人類を含む劇中の生物は浄化後の環境では生存することができない。これらの知識と技術は墓所の主や庭の主などかつて作られた人工紙により守られている。原作も映画もナウシカたちの時代はセラミック時代終末期。不快の住人文明崩壊によって多くの科学技術が失われており、電気や電子機器、水道、 内燃機関などは使用されていない。乗り物は旧世界の科学技術の依存である高性能な船と呼ばれる飛行機械が盛んに利用されているが、エンジンは旧世界の異物であり心臓することはできない。陸上では映画におけるトルメキア軍の戦車以外は鳥馬などの動物を利用する程度しかない。原作ではトルメキア人が ケナガ牛に引かせた車や腰を使用する場面もある。電話や無線等の通信技術も失われており、戦場では信号機や単照灯によるモールス信号のようなものや電線管などを使ってコミュニケーションをとっている。旧世界の名残から高化セラミックが金属に代わる一般的な素材として刃物や航空機などに使用されている。また、 シリウスなどの星の名前や方角、バルハラなどの神話に関する伝承は残されており、さらに活版印刷も普及している。衝動具禅物語世界では、船といえば飛行機械を指す。英語版では、エシップスと呼んでいる。登場する船はいずれも噴射式のエンジンを備えているが、その製造技術はすでに失われており、 遺跡から発掘したものや配線から回収したエンジンを利用して船を建造している。なお水上を航行する船舶に関しては、トルメキア軍の強襲用陸艦や、また大河を渡るために、文献が使用される描写があるのみ。水上の船舶は原作のみの登場。車両動物、ルパン三世カリオストロの城の公開後、宮崎は、テレコムアニメーションフィルムの海外合作。 名探偵ホームズ、リートル、ニモの制作準備に関わりながら、次回作の構想を練るために、多数のイメージボードを描いた。その中には、隣のトトロや、モノノケ姫の原案のほか、グールの王女ナウシカ、風使いの娘やら、サンドオウムシといった本作のモチーフも描かれている。しかし、カリオストロの城の工業成績の不振により、企画が古臭いというレッテルを貼られ、 アニメ業界では不遇の地位に甘んじていた。アニメージュ編集部は、未来少年、コナンや、ルパン三世家リオストロの城を通じて、宮崎の才能に着目しており、1981年8月号において、宮崎早特集を掲載した。また、宮崎から、戦国魔城と、ドルフという2本の映画企画を預かり、特馬グループの映像会議に提出したが、 原作が存在しないことを理由の一つとして採用されなかった。そこで編集部はアニメ界の布石と紙面の話題作りを兼ねて宮崎に連載漫画の執筆を依頼した。担当編集者の鈴木敏夫に口説かれた宮崎は漫画として描くならアニメーションで絶対できないような作品をという条件で受諾。ドルフに SF 的な不快という設定を加え、 風の谷のナウシカの題名で執筆を開始した。連載開始時には名探偵ホームズとの掛け持ちで多忙を極めたため、第2話以降しばらくは鉛筆原稿のまま掲載された。宮崎は映画化の際には原作も終わらせることを考えたが、アニメーション作家として地位を確立した後も執筆を続け、12年かけて完結に導いた。 連載途中アニメージュ氏の締め切りまでに1ページ書き足りなかったことがあり、言い訳としてその1ページ分を使って趣味の軍事証券学記の漫画が書かれたことがあった。最後のコマではお詫びの美の字を消して理に直し終わりとしている。宮崎は少年時代に読んだマクベスの森が動くというセリフに驚き植物のことを扱いたいという意識を持っていた。 漫画家志望だった学生時代には革命者の終作を描いていたが本作では人間がいる世界というか自然物というかそういうものとの関係を語らないと生産と分配の問題だけを論じてもくだらないことになると思ったんですよと述べている物語序盤に提示されていた自然と科学技術の対立という構図は後半では 世界の浄化をめぐるより複雑な構図に変化していく。宮崎はこの作品を結ぶにあたり影響を受けた事件としてユーゴスラビア内戦を挙げ、あれだけひどいことをやってきた場所だからもう飽きているだろうと思ったら飽きてないんですね。戦争というのは正義みたいなものがあっても一び始めるとどんな戦争でも腐っていくと述べており、これを物語終盤に反映させた。 深井宮崎は、風の谷のイメージを、中央アジアの乾燥地帯なんですと発言し、深井のモデルは、ウクライナ、クリミア半島のシュワージュとしている。オーストラリアのオールガ山には、風の谷という場所があるが、スタジオジブリによれば、関連はない。宮崎の初連載漫画、砂漠の民も、中央アジアを舞台としており、主人公の属するソクート族の王と、ペジテが登場している。 コエフタル王国は、言語などが謎に包まれたエフタルと呼ばれる中央、アジアの遊牧民、トルメキア第四王族者ナは、インド北部に生まれたクシャーナ朝との関連が指摘される。旧世界の産業文明が発生した場所は、ユーラシア大陸の西、つまり、イギリス周辺としている。宮崎によれば、作品の出発点になっている自分の考えを、自分で検証することになって、 後半はこれはダメだというところに何度も突き当たらざるを得ないことの連続だったという。予定超和なユートピアを否定することになり、ぐちゃぐちゃになってしまったとも語る。体力的にも、能力的にも、時間的にも、限界で、何の喜びもないまま終わって、完結していない作品だと説明している。ジャーナリストの立花隆は、宮崎駿本人に、あれは映画にしないのかと尋ねたところ、 できないとの返事を受け取ったと述べている。ベースになった映画企画、ドルフはアメリカの漫画家、リチャード・コーベンのコミックラウルフをもとに、小国の運命を背負うお姫様という着想を得たもの。宮崎は東京ムービー新社に対してラウルフの判権取得を提案してもいる。ドルフは宮崎が漫画家の手塚治むと共同で映像化しようとしたものの、原作者が許可しなかったために、 立ち消えとなった企画だった。主人公、ナウシカのモデルとして、宮崎は、日本の古典文学、つみ中納言物語に登場する、虫目ずる姫君を挙げている。名前は、ギリシアジョージシ、オデュッセイアに登場する王女ナウシカに由来する。作品内に登場する人名や地名などには、実際の歴史的事項に一致、または類似するものもある。例えば、 クシャナは、インドの王朝名、地名エフタルは実在の遊牧民族名、ミラルパは実在のチベット仏教行者など、ルネラルーのアニメ映画、ファンタスティック・プラネットや、手塚治む、諸星大二郎の影響も指摘される。中でも、フランスの漫画家、メビウスのアルザックには強い影響を受け、宮崎自身メビウスと対談した際に、ナウシカという作品は、 明らかにメビウスに影響され、作られたものですと語っている。また、深いと人間との関連性には、中尾佐助の唱えた、商用樹林文化論も影響している。他に、パステル都市、地球の長い午後、ドゥーン、砂の惑星等の SF 小説の影響を指摘する、論者もいる。2019年12月に本作を原作とした、新作歌舞伎が、 新橋演舞場で上演された宮崎作品の歌舞伎化は初めて、昼夜2部の当時、上演で全7巻に及ぶ原作ストーリーの全貌が前後編で描かれる。映画版の冒頭部にあるタペストリーを舞台幕とし、最初に工場役が世界観を得ときする演出が用いられている。また、被災史上による映画版の音楽を笑く気で演奏した版が随所で用いられる。 翌2020年2月から3月にかけて舞台の録画中継映像が全国の主要映画館で上映された。興行収入は全編1億100万円、後編7200万円。また NHKE テレの番組、イタブ特集にて制作の舞台裏に密着取材した、ナウシカ誕生、小野江菊之助が挑んだ新作歌舞伎が放送された。千二十一年一月二日に、 前編、翌3日に後編が NHKBS プレミアムにてノーカット放送された。ありがとうございます。